皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。清水先生、今回のテーマは、今回は入試本番期間中の NG 行動5選でございます。絶対やっちゃダメだよと。ダメでございます。これ入試と入試の合間ですよね、うん、確かに確かに。ここでしくっちゃうと、うん、思うより結果が出せないっていうところがあったりするので、うん、この5つはぜひ避けてほしいなと思います。わ、うん、かりました。早速ですが、1つ目は、はい、勉強のルーティーンを大きく変える。おー、勉強のルーティーン、はい、どういうことでしょう。これはですね、はい、共通テストが終わって、はい、1月末とか2月頭から試験始まってくるじゃないですか。その時期になると、今までその共通テスト前までにやってたような勉強ルーティーンではない何かを始めるっていう人が一定数いるんですね。代表例ですけども、はい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 、試験前までは塾に行って毎日自習室勉強しました、学校行って勉強してましたとか、はいはいはい、っていうのを試験期間中に急に全部家に切り替える人とかですね。ああ、なるほどなるほど。これは良くないってことですね。良くないですね、まあ、やっぱりあの試験期間中とはいえ、そもそもなんで今まで自習室とか学校の自習室使ってたかって言えば、まあ、集中できないからじゃないですか、家だと。直前期とはいえ同じなんですよね。やっぱり家で集中できない環境は試験の合間合間であっても同じなんで、すごい貴重な3日間とかをあまり活用せずに過ぎてしまうっていうリスクがあるかなと思いますね。そうですね。僕が受験生時代の話してもいいですか、はい、ちょっと悩んでたのは、はい、自習室の方が圧倒的に集中できると、ただ受験期間インフルエンザが怖い、体調崩すの怖いっていうので、当時僕悩んでたんですよ、はいはいはい、で今こんだけ新型コロナウイルスがめちゃめちゃ流行ってるわけじゃないですか、はい、悩むけど感染対策ちゃんとして自習室勉強してほしいかな。集団で、まあ、食事に行くとか、まあ、受験勉強一緒にしてる仲間であんまりその食事時間中ね一緒に喋ったりしてると、ちょっと余計なリスク増やしちゃったりするかなと思うんで、そういうことじゃなくて外に出て自習室で、まあ、自分一人で机に向かって勉強してたらあんまりリスクはないかなと個人的には思ってるんですけども、その時はそのような行動をしてもらった方がいいかなとは思ってます。そうですね。家でやろうとするとね、勉強のペースって狂うんすよ。そうですね。やっぱりこう家の1時間と自習室の1時間はめちゃくちゃ違う。だから場所ってめちゃくちゃ大事やなとは思いますね、はい、多少の変更はやっぱ直前期なんであるかなと思うんです。それこそは自習室だけじゃなくって、はい、少しうるさい環境でもできるように、カフェであったりとかファミレスだったりとか、まあ、ちょっと外のね、まあ、他の空間だったりとか、あとはやっぱ受験会場がいろんな私立大学に行ったりとか国立の2次の会場行ったりとかすると思うんで、そういう下見に行ったりとかっていうのが1日のルーティンの中に組み込まれてくるっていうのはあったりすると思うんですよ。ただ大枠で何時に勉強を開始して、まあ、何時に勉強終了して、その間どういう休憩を取り方をするみたいなのはなるべく崩さないようにしてもらえると、試験最後まで今まで通りの軌道でね、成績を伸ばしていけるんじゃないかなと思いますね。わかりました。続いて2つ目は、はい、前の入試の反省をしないでございます。なるほど。まあ、連続でねたくさんみんな入試受けていくから、はい、まあ、終わったこともういいかってなりがちですけど、反省が大事ってことですね。そうですね、まあ、すでに共通テストは皆さん終わってると思いますし、はい、早い人だともしかしたら終わってる入試がちらほらあるかもしれないんですが、例えばですけど、その知識的なものであれば前の入試で出たものが特に理社とかですかね、そのまま次の入試で同じ分野が出る可能性っていうのもありますし、英語長文でも似たようなテーマが出たりとか、もしかしたらあるかもしれないし、自分が過去やった例えば単語帳とか、ベースの参考書となってて抜けた部分、ど忘れしたみたいな本番になっちゃった部分は次も出てくる可能性あるわけじゃないですか。そういうところは確実に潰しておきたいんですよね。そうですね。だから入試の時ってやっぱ一番集中してる時だからこそ、自分の足りてないこととか曖昧な知識ってね、こう印象残ってると思うんで、その場でちゃんとすぐ復習して吸収しちゃいたいですね。そうですね。あとはやっぱり本番で初めて得た気づきとかありますよね。やっぱ試験本番のなんか緊張感の中で解くと、自習室で解いてる時とどう変わるのかみたいなっていうところがあったら、まあ、いわゆる本番力みたいなのが本番を戦っていけばいくほどついてくると思うんですよ。仮に序盤の方でねミスしちゃったとしたら、そのミスを次の入試に、まあ、そうならないようにつなげた方がいいと思いますし、あ、こうやったらうまくいったっていうのは逆にむしろうまく使ってほしいわけですよね。いい点も悪い点も前の入試をうまく次の入試に生かすっていう視点は持ってほしいなと思いますね。続いて3つ目は、前の入試を引きずるでございます。一番やんないでほしい、はい、いい意味での反省はちゃんとしてくださいねと、振り返りはしときましょう。そうですね。ただ引きずることはもう全然話が違うんですよと。いや、多い子だとね、全然日程が10個ありますみたいな子とかもいたりはしますけども、やっぱり一個一個が別々の戦いなんで、第2戦ですんごいやらかしをしたとしても、次の第3戦4戦でまあ巻き返していったりとか、第1志望が第6、7、8戦ぐらいなんだとしたら、そこでベストパフォーマンスすればいいわけじゃないですか。そうですね。なのに序盤でちょっと狂っちゃって、そこからまあ大崩壊みたいなのはダメですよね。ダメですね。これスポーツと一緒で、みんなもスポーツを応援するじゃないですか。一
つの試合ダメだったら、うん、選手とかも落ち込んだりするじゃないですか、こうミスしたりとかね。あるんですよ。見てる側は簡単にいや気持ち切り替えろよって思うじゃないですか、はい、それと一緒です。僕らからしたらみんな1個失敗しても、はい、気持ち切り替えたらなんとかなるかっていうね、次の試合だろ次々ってなるんですね。そうそこなんですよ。気持ち切り替えてみんな頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。はい、うん、そうですね、まあ、これ逆もしかりで、はい、まあ、今のサッカーの話とかもそうですけど、はい、めちゃめちゃいい感じで勝つ試合とかもあるわけじゃないですか、うんうんうん、そこで調子乗っちゃって、はい、なんか逆になんか油断しちゃうみたいなことも逆パターンとしては避けないです、ね、めちゃめちゃ多い。特に序盤戦はね、はい、滑り止めとか比較的難易度の低い大学受けてきて、もう行けたじゃん全然みたいな感じの感覚のまま、もっと難しい敵に挑んでた時にそのままで大丈夫なのかみたいなことも注意してほしいですね。続いて4つ目は、はい、気が抜ける投げやりになるのは絶対ダメ。これも多いんですよ。さっきルーティン崩すなって話あったじゃないですか、はい、まあ、そういうことも通じると思うんですけど、みんなもその入試のために頑張ってきてるわけじゃないですか、はい、不思議と6日目7日目8日目って慣れてきちゃうんですよね入試が、はいはいはい、緊張もせず行って、うん、わーって解いて、なんか時間とか余ってもあんま見直しとかもせず、はい、こなし試験になっちゃうなんかもうこなして、ああ今日も疲れたなみたいな、うん、いやいやちょっと待ってくれよとこの日のために頑張ってきたんだろうみたいなね、はい、どこ目指してて今まで1年間勉強してたろうみたいな、ね、そうだからそれはまあその本番中だけじゃなくて勉強にも現れると思ってて、曖昧もそうなんですよね。そうなん初日とか2日目とかは、まあ、キーも張ってるから、うん、じゃあ終わってもよしここからちょっと集中して、はいはい、もう 2,3 時間勉強するぞみたいな、うん、入試の後とかもちゃんと勉強したりしてたのが、うん、だんだん感覚も慣れていっちゃって、テレビ見てもいいかなとか今日早めに帰ろうかなとか、もちろん体調整えるのは大事だけれども、うん、それ本気で勉強してんのかみたいなね、行動とかもねちょっと目に余ったりする時あるんですよね。良くない本番慣れで緊張の糸が切れちゃうというか、そうですかね、リラックスして受けては欲しいけど、はい、緊張感っていうのも大事なんですよ、はい、ベストパフォーマンス出す上では、うん、スポーツで活躍する選手も絶対緊張してる、さ緊張してるからこそいい結果が出るっていうのもあるんで、はい、緊張ゼロは良くないって思いますね、はい、あとこれ個人的なんですけど、はい、魔の数日間が2月にあると思っていて、魔の数日、はい、これどういう弊害をみんなが組んでるかによるんですけど、はいはいはい、前の方の入試の合格が出てから最後の試験の間が魔の数日だと思ってるんですよ、はい、なるほど内地もレベルだったらね、もうそれでやったって感じで終わりに、受験終わりだから、うん、ただ早慶とかの遅い入試日程だったり、はい、あとは国公立も基本的に遅いですよね、うん、2月の、うん、そこの前に合格発表が出る入試って結構あるんですよ、はいはい、共通テスト利用とか結構早いと思いますし、はいはいはい、次第でもまあ全学部とか早いものも出ますよね、はい、第2志望ぐらいとかの合格が出ちゃってホッとなっちゃって、あなるほど、ね、気が抜けちゃうみたいな子もいたりするんですよ、はい、浪人は避けれたな、はい、みたいな、なんか行くとこ決まったみたいな、そうなんです、最後の数日を頑張り切って、はい、緊張感を持ってベストパフォーマンスを最後の入試ね、国公立とか早慶とか出せるかどうかがね、やっぱ第一志望どこかどうかにすごい直帰すると思いますね。そして最後5つ目は、はい、基本の勉強法を忘れるでございます。基本の勉強法、本当に基本の勉強法といえば、例えば暗記であったりとか、はい、過去問の大切な使い方であったりとかって、うんうんうん、勉強の初期とかね、はいはいはい、まあ、過去問しっかりやり込んでる時期っていうのは、うんうん、しっかり皆さんやってくれてると思うんですけども、うん、この時期直前過ぎて、うん、もう数日後に入試みたいのが連続するわけじゃないですか、うんうん、そうなってくるとやっぱり長期的な目線を持てなくなっちゃうんで、手っ取り早くなんかこれだけやろっかなみたいな感じで、うんうん、しっかり着実に範囲を決めて、まあ、暗記のプロセスを理解して覚え切ろうとか、うんうん、過去問で分析必要なのってここで、そこでやるべきことを決めて残り期間やることを決めようみたいな、まあ、これ基本的な勉強だと思うんですけど、そうしたことを最後の最後まで徹底してやってほしいなというメッセージになりますね。確かになんかちょっと浅い勉強になりがちかもしれないですね、この時期、ね、参考書読んでるだけの勉強とか、はいはい、軽く見て確認するみたいな感じで、うんうん、意外と頭に残ってなかったりとかはあるかもしれない、はい、やり込むっていうのは最後の最後まで持っといた方がいいですね。とりあえず過去問乱発して解いてるだけみたいになっちゃったりとか、ありそう。もちろんその演習自体にもね意味はあったりはするんですけど、うん、やっぱり本番1点でも多く点を上げるためには、なんやかんや暗記が最後の最後どれぐらいできるかとか、それの精度であったりとかっていうところに質は出ますよねっていうふうになるんで、国公立の記述問題って言ったら自分でその回答プロセス作れるか、記述問題も書けるかっていうところの完成度ですよね、にこだわっててくれて、まあ、ずっと竹内塾チャンネルで1年間言ってきましたけども、そこをね最後設定してほしいなと思いますね、うん、ということで、このあたりがしっかり1年間頑張ってきたのに最後の最後でグダグダってなっちゃう子がハマりやすいところにはなるので、この5個をですね避けてもらって、残り、まあ、短いですけどまだあるんで、最後まで頑張ってほしいなと思います。ということで今回は以上です。竹田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。竹田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。